皆さんこんにちは。ニューホープ千葉の牧師住谷です。今日は31日月曜日、ホセア書14章の1節から9節までを通しまして、主の道を歩む知恵のあるものとしてくださいということを見てまいります。ホセア書14章1節から9節。イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言え。すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからだ。私はイスラエルには梅雨のようになる。彼は百合のように花咲き、ポプラのように根を張る。その若枝は伸び、その美しさはオリーブの木のように、その香りはレバノンのようになる。彼らは帰ってきてその陰に住み、穀物のように生き返り、ブドウの木のように芽を吹き、その名声はレバノンのブドウ酒のようになる。エフライムよ、もう私は偶像と何の関わりもない。私が答え、私が世話をする。私は緑のもみの木のようだ。あなたは私から身を得るのだ。知恵ある者は誰か。その人はこれらのことを悟るがよい。悟りある者は誰か。その人はそれらを知るがよい。主の道は平らだ。正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずく。今日の箇所の一節と二節をお読みいたします。イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言え。すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。神様はイスラエルを愛し、許し、招かれました。同じように今日、神様は私たち一人一人を招いています。どのようにして私たちは神様の招きに応えて神様のもとに戻ることができるのでしょうか。この箇所には真の悔い改めが鍵であるということが教えられています。聖書は唇の果実という表現をしていますが、言葉だけではない、単なる告白だけではなくて、言葉と行い、すなわち唇の果実、実を捧げなさいと教えてくださっています。どうでしょうか。ただ口先だけで神様を賛美し、神様を信じますというのではなくて、私たちの生き方そのもの、人生そのもの、すべてを通して主よ、あなたを信じます、主よ、すべてを感謝しますという、行いの伴った告白を主に捧げたいと思います。あなたはその準備ができてますでしょうか。聖書はこのことを知恵というふうに表現しています。あなたの若い日に主を覚えよ。主を恐れることは知恵の始めである。多くの人が忘れてしまって、自分が人間であること、人間に過ぎないことを忘れてしまって、作り主、創造主をないがしろにしてしまう人生に進んでいます。でも私たちは聖書から
神様の語りかけから知恵をいただいて、自分が人間に過ぎない、それそしてそれでいいんだ、そんな人間を神様は愛してくださってるんだ、作り主がおられ、作り主のもとに行くならば多くの祝福を受けることができるのだという、その真理に立って、口先だけの賛美、告白、祈りの言葉だけではなくて、生き様を通して、人生を通して神の御言葉を実践し、唇の果実、実を結ぶ果実を主に捧げていきたいと思います。真の豊かさは神様から来ます。誠の命も神様から来ます。自分の命を自分のものと思えばそれを失うと新約聖書に書かれてあります。でも、もし神を信じそれを与えるならば、捧げるならば、誠の命を得る。これはまさに逆説ですが、イエス様の生き方そのものでした。多くの人がそれを見て、ああ、自分は神じゃないから、イエス・キリストのようにはなれない、イエス・キリストじゃないから同じように愛せないと思ってしまいますが、ここに知恵があります。与えることが愛の本質です。得ることによって私たちは祝福を得られるように勘違いするんですが、全く逆です。もし与えられたとしたならば、それは神様のために用いるためであり、誰かの必要を満たすために、用いていくために与えられているんだ。それを与えることを通して真の喜び、満足、祝福を受けることができるんだと聖書は教えています。すべては神様から与えられたものです。すべてを感謝して、そしてすべてを神様にお捧げし、お返しするということができたならば、いかがでしょう。このように言わせてください。私たちの人生そのもの、また命、家族、すべてのものは神様から与えられた、神様からの贈り物、祝福です。あなたがあなたであることも、才能や能力や夢や心も、すべて神様が与えてくださった素晴らしいものです。与えられたものに目を留めるのではなくて、与え主に目を留めるようにと聖書は教えてくださっています。プレゼントは素晴らしいです。子供の頃は与えられたプレゼントが楽しくてしょうがない。何が入ってるかな、もう早くプレゼントが欲しい、その贈り主よりもプレゼントの方に目が行ってしまいます。でも成長するに従って、それを与えてくださった方の心に気がつくようになります。プレゼントそのものというよりも、それを与えてくださるほど自分のことを思ってくださった、その愛の心が背後にあるということに感動を覚えるようになります。私たちも信仰的に成熟していくならば、与えられたこの世の生活で満足するのではなく、与え主に戻っていく必要があります。そしてどうぞ聞いてください。人生を長く生きていますと、この世のどんなものでも私たちの心を完全に満たすことができないということを知るようになります。偶像に仕えようと、人を恐れようと、それによって自分の本当の心の満足、命は得られないんだということに気づくようになります。誠の命は、本当の祝福は神からしか来ません。これは神の知恵です。啓示によってしか知ることができないんですが、今日皆さんにお伝えしたいことはここにあります。真の豊かさは神から来ます。それを悟る、そのことを聖書は知恵と教えています。9節をお読みします。知恵あるものは誰か、その人はこれらのことを悟るがよい。悟りのあるものは誰か、その人はそれらを知るがよい。主の道は平らだ、正しいものはこれを歩み、背く者はこれにつまずく。神こそ全能なるお方です。すべてをご存知で、そしてあなたを必要とし、あなたを生み出し、あなたをこの地上に置かれたのも、今この場所にあなたが生きているのも神の御心によります。
神の御心こそ最善です。私たち作られたものは自分のポテンシャル、自分の潜在能力、自分の可能性を知りません。作り主なる神様はそのことをご存知です。あなたは特別な神の御手によって、特別な神のご計画のもとでデザインされ作られました。あなたの人生には意味があります。でも誠の命、誠の喜びに至るには作り主の知恵が必要です。あなたを作られた方が皆さんを導こうとしています。イエス・キリストが人として来られたのはそのためです。主は言われました。私についてきなさいと。それこそ道であり命であり誠の命に通じる道だからです。イエス・キリストで十分です。そしてイエス・キリストはあなたを完全な喜び、完全な祝福、そして最高の人生と必ず導いてくださるでしょう。皆様のためにお祈りをしたいと思います。神様、どうぞ今日神の招きに応えて、神様に心から献身し従っていくものとしてください。この世の知恵や自分の経験に頼るのではなくて、神様、あなたの知恵を聞き、あなたの真理にしっかりと立って歩むものとしてください。なぜならば、すべての祝福はあなたから来るからです。神様、あなたを信じます。そしてあなたに従っていきます。どうぞ今日この放送を聞いておられるお一人お一人を命の道へ、祝福の道へと導いてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。